はい、どうもゆうたです。今回はちょっとブレーキパッドを交換していこうと思いますんで、一応 VAB のブレーキパッド交換するのは初めてですね。で、前のスカイラインの時ブレンボの対抗のキャリパー、対抗4ポットだったっけな、6だったか忘れちゃったんですけど、まあ対抗のキャリパーは交換したことあるんで、多分できると思うんですけどちょっとやっていきます。まず真ん中のやつを抜いて、そうしたら次はちょっとピンを抜いていきます。VAB のやつってこれがなんか裏についてるんで、普通ここにピンの裏に多分こういうピンが刺さってるタイプで、ピンを抜くとこのピンがスッて抜けるんですけど、これ叩かないと抜けないやつなんで、ちょっとキャリパー傷つくのが不安ですね。で、上も同様叩いていきます。これでピンが抜けましたね。あとはブレーキパッドを取っていくだけで、ピストンが結構ギュッと押されてるんで、ここでギュッと戻してあげないと、ここに隙間に何か入れてグーッとこうやって開いてあげればピストンが戻ってきますんで、これで多分抜けますね。はい、抜けました。この表面かなりザラザラですね。結構傷んでると思いますね、これ。変な摩耗の仕方。で、ダストシールが見えるかな、ここ。結構もう多分溶けちゃ、熱で一番上の入力側の方がもう破けちゃってるような感じか、破けてるなぁ。ちょっとボロボロしちゃってますね。ダストブーツがちょっとあんまり良くないですね、これ。うん、最悪です。で、ブレーキパッドの方はこのワールドワンってタイプ。こちらです。
で、ワールドワンの CS ってやつっていうグレードのやつです。パッドは。で、純正と比較してみるとこんだけもう減っちゃってるんで、もうこれちょっと使い物にならないですよね。やっぱ効きがすごい悪かったんで、もう変えようと思って。で、これ入力側とかも面取りしてないんで、多分ブレーキした時かなりキーキー言うんじゃないかなって思います。これはこれで入りましたね。これだと戻すだけ。で、先にプレートをつけて、で、下のピンもはめると。まあ手順としては同じことを繰り返しっていうか、まあ同じように戻すだけなんで、まあ簡単ですね。で、あとはこれを、入れて、戻すだけと。で、ここは13ミリになってますね。はい、これで完了。で、フルードマスターがにいっぱい入ってると、ピストン戻された分だけ上に、あのリザーブのところにマスターに戻っちゃうんで、上が溢れる時があるんで、それはちょっと気をつけてください。で、あとブレーキする前に何回もちょっとポンピングでブレーキしてあげないと、ちょっと効きがすぐ効かないんで、最初変えた時は。こんな感じで結構上までフルード戻ってくるんで、ちょっと抜いといた方がいいかもしれないです。じゃあリアも同様、まずピンから外していきます。フロントみたいにこう真ん中にあのボルトのやつないんで、ピンだけだと思いますんで、めっちゃ傷つくのが怖いですよね、やっぱこれ。あー
よし。よし、抜けた。はい、リアはピン叩くだけなんでめっちゃ簡単っすね。で、リアは多分あんまりパッド減ってないんで、よいしょ、手でもピストン戻るぐらいですね。リアは戻せますね。手の力でグイッと。リアのブレーキはこんな感じで、まだ全然余ってますね。新しいのと比べてもそんなに差がない。うん、まあこんなもんでしょうっすね。じゃあリアも新しいのを入れていきます。で、これ純正のやつ見てもらうとこっちだけ減ってると思うんですけど、こっちだけ入力側の方、こっちが上、まあ泣かないようにだと思うんですけど、で新しいパッドの方は両方削ってあるんで、どっち入れちゃっても大丈夫です。うん、全然余裕で入りますね。で、リアのプレートの方は多分左右対称なんで、どっちでもいいです。フロントのやつはちょっと長さ上と下で違うんで、よいしょ、下は OK。 よいしょ、この プレートのバネがかなり硬いんで、ちょっと力いりますね、これ。なんかうまいやり方があるのかもしれないですけど、これで完了ですね。まあ良い子の皆さん、これハンマーに使わないでください。一応パッド交換はこれで終わりますね。